テク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 。なぜ空間にカメラが向けられているのですか。もしやこのカメラで空間のあんなところやそんなところを。違うよ、空子ちゃん。私たちの番組が始まったんだよ。ということは、1億人の視聴者の前で、空間は恥ずかしめられるのですね。でもそれも、悪くない。むしろいい一流。もう、違うって言ってるのに、空間ちゃんのエッチ。優香とジュリの、プリンセスチャンネル。はい、プリンセスチャンネルをご覧の皆さん、はじめまして。はい、瀬尾役の愛坂優香です。トーミー空間役の長妻ジュリです。この番組はアメーバにて大好評配信中のスマートフォン向けゲームプリンセスコネクトを宣伝しつつ、ゆるーく楽しみながら私たちも全力で楽しんじゃおうという都合のいいコンセプトで行っていきます。いきますよ。放送は5月24日より毎週日曜更新でお送りします。今回は第0回のプレ放送でございます。そうなんです。はい、始まりました。どうですかね、どんな感じですか。ちょっとびっくりしました今。いや、私もこんなね、スタッフさんのいる前で、クッカちゃんやんの初めてだったから、なんかなかなかのインパクトでしたけども、私たち、はい、あれですね、一緒にお仕事したのは初めてですもんね、今日が。そうですね。なのでな、ね、ちゃんとこうやって喋るの実は初めてで、ね、初めてなんですよ。ちょっとね、呼び方を、ね、決めましょう。そうなんですよ。決めましょう、決めましょう。恒例の、恒例のプレ放送っぽい。そうですよね。こっから始まる感じがしますよね。なんですが、普段なんと呼ばれていますか。私はですね、長妻ジュリなので、うん、ワイフって呼ばれてます。なるほど。はい、妻ですからね。そうなんです。なので、はい、ぜひワイフって呼んでください。いいんですか。呼んでください。声優さんとかもみんな結構ワイフって呼んでるんですか。呼びます、呼びます。いいですね。逆になんて呼びましょう。私はですね、愛坂くんって呼んでる。聞いたことある。周りの人が。本当ですか。愛坂くんが、愛坂くんがって本当ですか。言ってた。なん、悪口じゃないだろうな。違う。あ、本当ですか。その愛坂くんって呼んでいただいてるので、まあ、ぜひくん付けでちょっと呼び合って。早速。あ、じゃあワイフさん。なに愛坂くんなに。なんだこれすごい。ワイフさんって呼ぶのドキドキしますね。ワイフってこう呼んでる人のこう恥ずかしがっているところが私ちょっと美味しいなって思う。ちょっと空子ちゃん寄りかな。あ、やだって言うのも欲しいけど。なるほど。そうだね、ちょっと似てる部分ある。確かに。まあね、でも女の子のね、ちょっと恥じらいも3つでね、いいですね。はい。あ、そして、この番組挨拶も募集しているということで。そうなんです。まあ、0回目の放送なんでね、何にも決まっておりません。なんか、プリンセスコネクトっぽい挨拶。そう、職人のみんな考えてくれ。例えばプリッスみたいな。プリッスね。なるほどね。ボツだよ、ボツだよ。そういうことだよね。そういうノリでね。こんな感じよ。なるほど。あ、じゃあいいですね。素晴らしい例えをいただきました。なんか自分で言ってすごい恥ずかしかった。いいね、素晴らしい。プリッス的なものをね。ね、ぜひ募集してますので、はい、よろしくお願いします。お願いしますね。それでは参りましょう。優香とジュリのプリンセスチャンネル、最後までご覧くださいね。この番組はプリンセスコネクトの提供でお送りします。優香とジュリのプリンセスチャンネル、せーの、自己紹介でコネクト。イエーイ。まずは簡単な自己紹介をということで、スタッフさんから私たちに質問が用意され
されているそうで、そうなんですよね。まあボックスからね質問内容を引いて決めようと思うんですけど、お来た、来ました、ゴールドのボックスが、ね、ゴールドのボックス、制限時間30秒でね答えていくんですけど、あ、じゃあ私が引いて、ワイフさんが答える、なるほど、ください。じゃあ相坂くんが私に質問してくるんだね、うん、そうなんですよ、よっしゃ、30秒なんでね、サクサクいきましょうね、よし、じゃあいきますよ、はい、せーの、スタート、スタート、好きな動物のモノマネをお願いします。にゃー、あら、かわいい。あ、弾くのも大変。カラオケの18番は何ですか。森高千里さんの曲。おー、おー、いいですね。はい、声優になったきっかけは？難しいな、アニメとか漫画とか好きだったから。もう時間が最近のマイブームは？最近のマイブーム、ローリュー。ローリュー、いいですね。あ、ローリュー知ってる。知ってます。キュンとくる男性の仕草は？終わっちゃった。これ聞きたいやつですよ。じゃあ最後に、最後に時間切れだったか。ちょっとスタッフさん空気読んでください。キュンとくる仕草をやっぱりね。やばい、知った。聞きたい。もう時間切れだったからいい。違うんですよ、違うんですよ。こういうの欲しいんですよ。あ、そう、こういうのが欲しい。みんな。そう。やっぱりね、うん、運転してる仕草が結構こうよくあるけど、はい、なんかこう。うん、こういう、これよく聞く、それよく聞くやつや、なんかあのバックするやつでしょ、ぐる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 ってやるやつ、そうそう、あれ、はい、かっこいいね、あれかっこいいですか、うん、車ね、でも確かに運転できる人素敵ですよね、うん、では次は、うん、私がこちら質問をね、はい、うん、あ、これだ、こっち、私はじゃあシルバーで、質問していきますので、うん、心の準備はよろしいでしょうか。はい、OK、30秒だからサクサクいきますよ。いいですよ。それでは参ります、よーい、スタート。じゃあ最近のマイブームは。マイブームは温泉。おお、温泉、うん、次、サンドの飯より好きなものは。サンドの飯より好きなもの、歌。おお、歌、うん、次、うん、声優始めて何年目。あ、3年目かな。お、そうなんだ、うん、はい、そうなんだ。子供の頃のあだ名は何？ゆうちゃん。おー、ゆうちゃん、うん、あ、10秒切っちゃった。おおお、次、好きな動物のモノマネをお願いします。キューキュー。え、なになになに、終わっちゃった。あ、終わっちゃった、終了。今のキューってですね、好きな動物っていうか、まあ最近よく関わっている、あの作品的によく関わっているのが、うん、まあ、うさぎさんなんですけど。うさぎ。そうなんですよ、うさぎの鳴き声はなんか、うん、ね、あんまり泣かないでしょ、彼女ら。確かに泣いてるとこ聞いたことない。あの台本にはピョンピョンとかよく書いてあるんですけど、いやいやって、うさぎを飼ってた声優さんが、うん、うさぎは大丈夫、苦しくないって泣くものがウサギだっていうことを教えてくれたんで、それをやってみたんですけどね。まあウサギを飼ってない皆さん、どうでしたか。ちょっと私ウサギ飼ったことないから、ウサギ私も飼ったことなくて、これで Q だから、なんか、なんだろうって思いましたよね。多分見たことない野生の動物なんだろうなって。野生、まあ、そう、野生、うん、そう、野生もね、お家で飼ってる子もみんな、うん、ってって、あんまマイクでちょっと聞こえない。リアルだね。そうなんです、リアル思考でやってみた、うん、はい、というわけで、うん、視聴者の皆さんは私たちのこと分かっていただけましたでしょうかね。うん、分かったのかな。すごい断片的だと思いますけど、うん、確かに分かってくれたと思う、うん、ちょっとずつ私自身も愛坂くんのことが、うん、知れたかなっていうふうに思うし、はい、私も、うん、だいぶ分かってきました。あー、嬉しいな。猫が好きなんですか。猫好きですね。にゃんにゃん、可愛かったですね。あ、ちょっとね、恥ずかしい、ね、思い出させないですか。じゃあカメラに向かってもう一回、もう一回。にゃんにゃん。あー、もうやめてやめて。そこでこうキューって乗っかってて。乗っかってくればよかったですか。ちょっと邪魔できなかったです、ね。やめて。すいません、あの、次へとのことを行きましょうね。はいはい、以上、自己紹介でコネクトのコーナーでした。ゆうかとジュリの、プリンセスチャンネル。クエストやっちゃおう。はい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 、オンライン RPG
ーといえばクエスト、このコーナーでは視聴者さんから与えられた様々なクエスト（課題）に挑戦していくというそういうコーナーらしいですよ。はい、うん、成功すると50ルピーを獲得。50ルピー、100ルピーで駄菓子セット、駄菓子セット1万ルピー貯まれば、うん、なんと、うん、公開録音。これ放送からなんか約束された公開録音みたいな ね、これをやりたい、嬉しいですね。そして、うん、100万ルピー貯まれば、うん、宝箱の鍵と交換ができるそうなんですけども。宝箱って何なんですかね。あるんですかね、なんか ね気になりますけれども、はい、まあ、記念すべき初回のクエストなんですけど、うん、おすごい怖いすごい怖い人来たの。あ、打ち込みましたね。すごい後に怖いわ。怖いですね、なんかね、すごいクエストやだそうです。ゆっくり入ってきましたけど、はい、こちら、ぴょん。はい、担当キャラクターのイラストをかけ、難易度1、制限時間は60秒、はあ、ということで。あ、お絵かき得意ですか？お絵かきはね、一応好きかな。あ、私も大好きなんですけど、ちょっともっとあれ、フィオちゃんをよく見とけばよかったな、ね、そうか、空間の特徴を捉えてね、はいはい、描きたいななんて思いますけれども、いかんせん60秒ですから。そうなんですよ。よし、よし、10秒 OK、 いいですよ。よし、それでは参ります。うん、60秒用意スタート。よし、もうほんとよく見とけばよかったよ。どうしよう。はい、10秒前です。早い、短くなかった。あー、もうどうしよう。あ、ちょっと待って、妖精感がない。妖精さん、はい、終了。妖精さんやばい、怒られる。あ、じゃあ、じゃあ、うん、じゃあ、せーので見てよ。せーので行こうか、はい、よし、じゃあ参りましょう、うん、せーの、ドン。あのね、うまいよ、うまい。 いや、うまいですか。あのね、これは違う。書いて気づいたんだけど、ちょっと、うん、あの字っぽくなっちゃう。いや、言わなきゃ大丈夫、言わなきゃ。妖精さん感を出したんですよ、ね、でもね、ツインテールで、あの、うん、お花ついてたなって思って。そうね、特徴は大事。そうそういうことです。え、でももうなんか、うん、この瞳の描き方とかからして、うん、あの、絵が上手い人の描き方よね。オタクっぽさ出てますいや、行きましょうよ。じゃあ次行きましょう、はい、あ、これあれですね、あの、通常モードというか、リアルな方の。そうそう、リアルな時のやつ。いいですね。でもちょっとスカートを短くしちゃったから、ちょっと違うんですけど、やっぱり特徴は、よだれが出てる。よだれがね、よだれ。なんかすごいですね。あ、うれ、で、始まってますけど。そしてハートが浮かんでる。うんうん。でもなんかこう、もだえてる感じがとてもよく表れてますね。セーラー服ですか？あ、やばい、来た。本当に。空間に見えますか？やばい、なんか入ってきた。なんか入ってきたぞ。憑依したぞ。憑依。いや、でもいいですね。特徴捉えてますよ。わー、ありがとうございます。スタッフさんが評価してくれるんでしょ？ 3 人。そうですね。あ、そうだ。3人のうち2人が丸をあげれば、50ルピーゲットでしょ？よし、スタッフさん、分かってるな。分かってるな。分かってるな。頑張って書いた。頑張ったぞ。では、スタッフの皆さん、判定をお願いします。なんか、手間取ってる、手間取ってる。これ、丸ってことでいいですか？ということは、丸が、3つ？おぉ！ちょっと、お、甘くないですか？ちょっと。でも、ほら、頑張って書いたからね。なるほど。まあ、初回ですしね。合格と！合格っていうことですね。ありがとうございます。やったぜー。これあれでしょ？50ルピーだから。いや、100万ルピー貯まれば、あれだから。地道に行けと。地道に行ってさ、だってそうですよ。あの、1万ルピー貯まれば公開録音でしょ？うん、私、公開録音すごいやりたくて。やりたい！目指したいんですよ。もちろん宝箱もね、気になりますけどね。これは、コツコツやっていきましょうよ。貯めていきたいですね。はい。難易度も上がっていくことですしね。やりましょう、やりましょう。はい。以上、クエストやっちゃおうのコーナーでした。ゆうかとジュリのプリンセスチャンネル。プリコネ通信。
プリンセスコネクトの最新情報を伝えていくというシンプルなコーナーです。はい、とってもシンプルなんですけども、本日はキャラクターのストーリーを紹介したいと思います、うん、紹介するのは私が演じるこちら、トミクーカちゃんでーす。じゃーん、でかーでかい、これすごい大きいんですけど、でかでか、じゃらーん、こんな感じ見えますかね。かわいいですね。ねー、なんともセクシーな、セクシーですよね。セクシーですね。ゲームの世界ではセクシーですね。とっても露出度が高いですね、はい、露出度高いのがトミクーカちゃんですけども、本日はレアカードの第2話を紹介していきたいと思いますが、はい、まずクーカちゃんのことちょっとお話ししたいと思いますよ。そうですね、はい、椿ヶ丘町に住む高校3年生の18歳、はい、趣味はネット小説を読むこと。はい、そうなんです。なるほど。なんか自分でこう物語をこう考えていたり、それの妄想がダダ漏れになっちゃって、はい、なんか言ってるぞみたいなね、みたいな、何ですか、はいはい、っていうのが毎度のおなじみの遭遇の仕方みたいな、はいはいはい、ネット小説ってありましたよね。なんかね、あの、私中学の時に読んでましたね。あ、本当？でもなんか知ってる、私も知ってます。あの名前を自分のに入れられるやつでしょ、はい、ドリーム小説ですよそれドリーム小説、ドリーム小説読んでた読んでた、多分、ね、ドリショーです。そう、画面の前の皆さんもね、あ、懐かしいなと思ってると思うんですけど、もうゲットされたんですか私は実際にゲームで遊んで、うん、カード続々とゲットしてて、ね、さっきもクーカちゃんもプレイしてましたもんね。そうなんですよ、うんうんうん、そうなんですね。じゃあもうゲット済みだ。私まだクーカちゃんはゲットできてなかったんですけど、うん、じゃあこれから見るストーリーも、そうだから今日ねびっくりしたんですよ。あ、そっか、そうそうそう、生クーカにびっくりしちゃった、ね、圧倒されたんですけども。そうなんですよ、はい、なんか注目点あります？注目点はあの清々しく変態なところですかね。うん、あの私自身も楽しんで演じてるし、はい、やっぱり楽しんでクーカちゃんを見てもらいたいかなって、うん、そうですね、うん、思ってます、うんうん、なんか早速始めていきたいんですが、うん、あ、そう、こちらここにね、ここにあるから、ね、るんです、端末があるんで、これで、うん、やってみましょう。読んでいきましょうか。はいはい、はい、うん、じゃあゲーム起動、ストーリーをして、ここにね、いっぱいね、うん、もうね、キャラクターがね、本当にいっぱいいるんですよね。ふうかちゃんどこだ、あれ、ふうかちゃんどこだ、あ、いました、 じゃあこれの2話をね、はい、読みたいんですが、2話ついてる？ついてない？お、気になる、気になりますね。じゃあこちら、はい、読んでいきましょうか。うん、読む、読む、ピッ、さあ、ドキドキ始まるから、あ、始まった、お、あ、これあれですか、あれ、主人公ボイスですか、主人公ボイス、アストルムの攻略本は図書館なんかあんまり来ないかな、あ、あの冗談のがそうかな、やっぱり、あった、よっと、お、よいしょっと、現れた、おや、気取りすぎたな、様子が様子が、すみません、同じ本を取ろうとしただけなんですけど、なるとあれよ、あ、あ、足元気をつけて、よろけると本棚にぶつかるぞ、危な、ドシャーンとね、はい、本が棚から落ちてくる、う、ご、どうして僕が下敷きに、危なかったのです。おお、これはもうお約束の展開ですね。さすがですね、本当にやれやれだよって、えわ、顔が近っ、ドキドキ展開、顔がちょっとあれ顔がおかしいな、顔がおかしいな、興奮してる様子です。あの、大丈夫でした？すみません、まさか静まり返った図書室の陰で空間を叫んでも誰も来ないよ敵な、おや、ね、もうおやおやおや、もう
いよいよね。おや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 、しないよ、ビシ。あの、それより怪我はなかったですか？優しい。うん、怪我を手当てすると見せかけて精霊は少女の服を一枚一枚屈折してるな。なるほどな。うんうん、脳内がダダ漏れだぞ。それにしても本を落としたのはついてなかったけど、怪我一つないなんて僕らはついてるな。お、これはタイトルの？ついてる。お、お、なんか選べますよ。え、どうしようどうしよう、どっちがいい？ついてると思うけど、うん、あ、ついてると思うけど、ついてるのは見ればわかります。だって男の子ですから。いよいよね、もう妄想の世界ですから。もうついてるついてないって言われたらこの話ですよ。うーん、これの話。そっかそっか、うん、次行ってみようかな。次行ってみよう。君は一体何の話をしてるんだ。本当だよ。まあいいや、ところでさ、大事な話をしなくちゃなんないんだけど。それってまさかずっと遠くから眺めてました的な告白？大興奮です。あの大事な話って。興奮してますね。興奮してますね。あ、うん、引いてないかい？大丈夫？だいぶ引いてますよ。いや、間違いなく引いてますよ。引いてるね、これね、うんうん。あ、ストルムの攻略本どっちが借りる？え？いや、同じ本に手を伸ばしてたってことは君も借りようとしてたんだろ。ちょ、え？大事な話があるって。だからどっちが本を？え？え？いや、嘘、告白じゃなかったの？え、どうして告白だと思ったの？遅いわ。何の話をしてるんだ？ババカー。もう恥ずかしくてあれがあったらいじられたいです。ちょいこうね、言葉のチョイスね。あー、なるほどね。さすがクーカちゃんだよね。なるほどね。はいはいはい、うん、どこ行くんだ。うん、っていうかこの散らかった本は一人で片付けるのか。取り残されたあなたは一人で虚しく本を片付けるのであった。ということでこれが、なるほどね、第2話、はいはい、ついてないでした。いや続きどうですか、見たいですかね。あのね、いや、まず本当にびっくりしたんですよ、私。あの、これフィオちゃん出てきてないから。そうだね、マジで初見なんですけど。1話には出てきてるんですけど、2話は現実世界だから、うんうん、これ、ん？大丈夫か？これ大丈夫かな？これ大丈夫か？大丈夫かな？でももう収録済みだし、そうですね、そうですね、みんなもう、はいはい、やったよ、遊んだよって人も多いんじゃないですかね。大人気、うん、そうですか。これなんかファンの方から反響とかありました？ありました。どうでした？すっげー変態って、ですよね。あの、分かった気がする。最初に言ってたその清々しい変態、うんうん、本当にね、あの美少女の顔でね、このセリフは本当なかなか素晴らしい、ぶっ飛んだキャラですね。ありがたいですね、うん、私たちどんな妄想しますかっていう、ん、 そんな話をしたいんですか、このプリンセスコネクト。妄想か。妄想はでもよくしますよね。しますね。しますします。しますよね、うん、どんな妄想しますか。なんか旅行本とか、うんうん、旅のこうね、温泉宿みたいな雑誌とかを見て、うん、あ、ここに行ったらここのお部屋にして、あ、ちょっと高いな、でも、あー、でもやーとか、こういろいろ考えたりする。健全な妄想でしたね。あれ、あれ、おいさかくん、いや別に、いいよいいよ、いや、そんな別に、私は別に不健全でも何でもないですけど、よくね、うん、妄想するんですけど、うん、あの、例えばこうワイフさんと私が実は血縁関係にあったらとかそのような妄想。結構シリアスな感じ。シリアスでもないんですよ。なんか、あ、次へって。なんだよ、じゃ回ってないところでゆっくり話聞きたいな。分かった分かった。はい、ここで最新情報が届きました。はい、これなんですよ。お、これさ、これ何、これさ、もうどう見てもさ、あれですよね。
あれですね、こうだって1,2,3,4,5 5コマ あれ4コマじゃなかったでも5コマもあって吹き出しもあってねえとなんか見覚えのあるキャラクターが出てきてちゅうことはお見せちゃうおお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 おプリコネの漫画吹き出しがねまだ埋まってないですけども埋まってないですけどこれ別に私たちに今大喜利しろってやつじゃないですよねあ、出てない怖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 いやめてやめてそういうふりはやめよねえ、うんうん、でもとても可愛らしいイラストで可愛いですけど、ね、これ漫画やるってことかおおどうなんだろうねあでもまだあのふわっとさしといてって書いてあるそういうことですねなんとこれ現在鋭意制作中ということで、はい、配信時期などは未定ですがということでこれ気になる方はホームページをねあのチェックしてほしいツイッターもねやってるん で、ね、多分随時あの情報があると思いますので、うん、お願いしますお願いしますプリンセスコネクトで検索ですよ検索検索ってやつですよはい、はい、以上プリコネ通信でしたゆうかとジュリのプリンセスチャンネルはい、というわけでお送りしてきましたゆうかとジュリのプリンセスチャンネルお別れのお時間です。早っめちゃくちゃ早いですねあっという間でしたね、うんうん、あっという間はい、この番組ではたくさんのお便りをお待ちしています。公式ホームページのメールフォームより簡単に送れますので送ってきてくださいね。お願いしますね。なんかいろいろメッセージ欲しいですね。そうですね、うん、あのお題とかあれもありますからね。あの番組の情報はぜひ番組ホームページをご覧くださいね。はい、はい、ということで0回目でしたけど、うん、いかがでした？なんかね、うん、愛坂くんってこういう子なんだってちょっとわかった。本当ですか？どういう子でした？ね、なんかね、うん、私今までこうね、はいはい、一緒にお仕事する前、はい、こう遠目から、はい、あれが愛坂くんかって見てた時なんか結構、うん、あのかっこいいイメージだったの。おまあ愛坂くんって呼ばれてるだけあってそしてすごいこう歌の上手な子っていうのに、もう噂されていて。そうなの、嬉しい。それで、はい、あそうか愛坂さんと一緒に番組か、あ足引っ張らないように頑張ろうって思ったんだけど、はい、なんかね、はい、いろんなね、はい、妄想トークとかも今日聞けてね、あの切られましたけどね切られたけどなんか、はい、かっこいいだけじゃないぞ、愛坂くんってやつはってね思ったの。逆になんか私の印象とかって変わりましたか？あのやっぱりね、そうなんですよ。これあれ松本さんかって見てた時は、あのなんでしょうね、お美しい方だなと思っていたし、なんでしょう、あのそつなく、なんでもそつなくこなしますみたいなあの感じかと思っていたんですけども、すごくふわーんとしていて、あの番組のコンセプトとして多少ね癒し要素も欲しいなみたいなところがねあったっぽいので、あもうこれは長妻さんがいれば癒しだなっていうのは今回のワイフさんを見て皆さん思ったんじゃないかなと思いますよ。今日あの5月24日より、更新されて、毎週日曜日更新ということなので、次回配信日は5月31日これが第1回目の放送ということになりますね、はい、ぜひお楽しみに、はい、楽しみにしてください、はい、ということで、はい、ゆうかとジュリのプリンセスチャンネル、お相手は愛坂ゆうかと長妻ジュリでした。来週もお楽しみに。この番組はプリンセスコネクトの提供でお送りしました。